はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。今日は紅茶と紅茶ですね。ベイブレードバーストのライトランチャー L とドレインファブニル 8NT です。はい、2017年4月29日本日発売のこのドレインファブニル購入しましたね、はい。あとね、今日ランダムブースターも発売してて、これはまた別の機会にやりたいなと思ってます。はい、あと、左用のライトランチャーついに出ました、これあるとすごい楽ちんだよね。確かに今までこのベイランチャーしかなかったからね、ライトランチャーでこうワインダー付きでできるといいですね。はい、はい、じゃあ早速両方開けていきましょう。よいしょ。はい、じゃあシールなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがドレインファブニルエイトンナッシングですね。はい、はい、今回はフレームがないですね。これ変わったディスクだね、骨みたい。そしてナッシングが面白いね、なんとへっこむようになってんだね、これはどういう仕掛けがあるか楽しみだね。ちょっとバウンドすんのかな、わかんない。ちょっと楽しみだね、柔らかめ。あ、本当だね。めっちゃ柔らかめ。こんな感じですね。はい、かっこいいね。うん、あ、ちょっとところどころゴールドもあってね、いいですね。で、このドレインファブニルにはエントリーランチャー L が入ってましたね、このちっちゃいやつね、の左回転ね、ちゃんと左回転と回るやつね、こちらが別のライトランチャー L ですね、これあるとやっぱり良さそうだね、やっと、逆にすれば入るね。そう、ロングワインダーでも問題なく入りますね、これはフォーバーいいんじゃないですか。強いシュートが打てるな、これでね。はい、それではライトランチャー L かな、で、エイシン君シュートしてみてください。はい、3、2、1、コース。お、いつもと動きが違う。あ、でも今ちょっと壁打ちしちゃったね。あ、でも結構とどまる。すごい、うわ、ピタってなってる。スタミナみたいだね、これは回り続けるでしょう。はい、それではエイシン君はライトランチャー L にベイロガープラスをつけましたね。これちょっと握りやすくなったかな、で、ドレインファブニルかな、はい、はい、で、私はゴッドバルキリーでいきたいと思います、スペシャルバージョンの方だね、これリブートしやすいから。はい、3、2、1、ゴーシュ。吸収しろ。あ、なんかしてる感じする。吸収してる。ドライバーだな、これ。そうだね、ドライバーがバウンドしてるから吸収してる。いけー。いや、ほんとにこれ面白い。あ、負けた。3、2、1、ゴーシュ。突き飛ばすしかないんだろうな。こう、ポヨンポヨンしてるもん、あ、リブト。さあ、勝負だ。吸収しろ。吸収がすごい。あ、でも同時、3、2、1、ゴーシュ。アタックするしかない、バルキリーは。アタックし続けるしかない。さあ、リブートしたけど、耐えないかな。すごいバウンド。はい、勝った。あ、そうですか。じゃあ私はブレイズ・ラグナルクに変えます。はい、ベイランチャー・エルに変えます。はい、そっちの方がね、エンジン君は低速シュートが打てるからね。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。いけー、回転力吸収しろ。あ、でもさっきと動きがファブニル違うね、やっぱり。さっきはなんかポヨンポヨンってしてたけど、あれ、同時かな。同時。3、2、1、ゴーシュ。おとなしめだね。でも、回転力アップしてきた、だんだん。そうかな、でも不安定なのはあっちの方だ、ドレインファブニルだけど。カット。 3、2、1、ゴーシュ。意外とこのドレインファブニルはさ、ロック柔らかいのにバーストしないね。確かに、これすごいことだね、それだけ受け流してるってことでしょ。そうだよね。え、ちょっとこれ終わったらさ、ダメージいかほどか見てみてくれる。同じ動きだな、
あった。ゼロ。ゼロ？うん。そうです。ほら。じゃあ今度はクラシサタンと対決してみましょう。はい。3、2、1、ゴー！お、また動きがファミリーに変わったね。そうだね。ファミリー。相手型のあれだ、攻撃タイプによって受け流し方が違うんだろうな。うん。ゴッドバルキリーアタックで、サタンディフェンス、ラグナルクサミナだったからね。お、勝った。負けた。3、2、1、ゴー！ファーストしたいけど、しないなぁ。左回転だから、なかなかしないんだね。カウンターが多いね。うん。あ、でも、これは、これも勝てるんじゃないかな。クラスターだけ。あー、同時。3、2、1、ゴーセン。またカンカン祭りだな。カンカン祭りだね、そうね。スタミナとディフェンスになったらほぼカンカンしか言わない。あー、同時だ。はい、じゃあ今度は私からドレインファムニルでいきたいと思います、はい、で、噂に名高い手回し、うん、はい、これでやってみたいと思います、はい、どんな感じ、やってみて今、うん、こんな感じ、うん、すごい、こんな感じか、うん、じゃあやってみましょう。はい、ゴッドバルキリー、シックスアルピーにします。はい、3、2、1、ゴーセン。ちょっと待って、3、2、1、ゴーセン。ダメだこれ、全然ダメだ。ごめん、ちょっとパパがいまいちなんだ。あ、そっか、いきます。はい、3、2、1、ゴーセン。ダメだ、ダメだ。全然噂に聞いたのは強くなかったね。いや、ちょっとね、手回しのパパの力が弱いんだよ。うん。どれぐらいなんだろう。ちょっと勉強する。うん。3、2、1、ゴーセン。お、さっきと全然動きが。あ、でもやっぱりバウンド。おー、ラストフィニッシュ。3、2、1、ゴーセン。いけ、コストバルキリー。やっぱりあれだね、ゴッドバルキリーと対決するときはドリームファミリーがね、バウンドする、ポヨンポヨン、うまく吸収してるんだね。おお、3、2、1、ゴーセン。おお、どうだ。あ、グリーブとした。いや、うまく吸収してる、面白いこれ。うわ、吸収力すごいな、うん、アタックタイプにも明らかに強いね、これね、うん、はい、ということで今回はベイブレードバーストのライトランチャー L とドレインファブニル 8NT でした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。さあ、今回の勝負の行方はやっぱりファブニルかな。そうだね。あ、バースト、ギリバーストしましたね。すごい、最後の最後でギリバーストしました。はい、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。